チャルチャル皆さん、こんにちは。シンクと申します。時計が出てない。よいしょ。はい、本日9月の8日の朝10時過ぎですね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日も、今週の任天堂スイッチダウンロードセール見ていきたいなと思います。先週からね、新しく追加された分と、今週から来週にかけて終わっていく分と、見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さてさて、今週のお話なんですけども、そういえばね、バンサバがインディーゲーム、てか、ランキングにね、乗ったよっていう1位でしたね。びっくりした。あのね、ちょっとやってみたいのこれですよね。折り紙で作る赤ピクミン。などなど、いろいろありました。あとね、チップスター。これ私も見かけましたよ。チップスターになってるやつね。そう、お、すごいと思って。ちょっと欲しいなと思ったんですけども、余裕がなかったんでね、諦めました。そしてあとフェスですね。スプラトゥーンがフェス、もうすぐ1周年のフェス来るよということで、あるみたいでございますよ。うん、重たいな。仮面が、あ、よしよしよし、来た来た来た。はい、ちょうど明日からですね、9月の9日土曜日から9月の11日の3日間、リーダーにふさわしいのは、ということで、風花、打つ方、で、万太郎ということで、個人的にシンクさんは赤推しなんですけど、多分これ風花なんだろうな。うん、風花人気だもんね。わかるわかる。かわいいもん。まあ、ということで、あるみたいでございます。そうか。そうか。フェスか。あ、今回もフェスの形ちょっと違うんですね。ゼルダの時のトライフォースのコラボの、湯の花が入るんだね。なるほど、なるほど。ちょっとやってみたい気はするけどな。もうちょっと増やしてくんないかな。なんかフェス期間ね、3日間とかじゃないですか。もう1日ぐらい増やしてくれると、3日間もないのか。2日間ぐらいか。もうちょっとぐらいね、増やしてくれると大変嬉しいなと思うんですけれどもね。私だけでしょうかね。ってことで、今週の新しいセール内容を見ていきましょう。ゲームソフトキャンペーンセール、こちらからね、見ていきましょう。新しいところが、なんじゃこりゃ、アニマル、動物園的なことかな。なんとかシミュレーターですね。なんとか、パ、か、わからへん。まあね、ズーパークって書いてるから、多分動物園だよね。シミュレーターですね。動物園作るやつですよね。シュはい、ということで見ていきましょう。先週のね、一番新しいところに画面切り替えて見ていきましょう。はい。ってことで、先週はこの、スマッシュリバースだったかな、こちらが一番新しいところでございました。ページ数は今回16ページでございますので、まあまあ、見ていきましょう。ピクトさん来てますね。ピクトさん。ピクトさんこれって前持ってたやつだっけ？どうだっけ？ちょっと見てみよう。アモアスも来てますね。312円お安くなっておりますね。ピクトさん、でも新しいピクトさん？あ、入ってるわ。よかったよかった。入ってないかと思った。入っているピクトさんですね。はい、失礼しました。ということで、画面見ていきましょう。よいしょ。さてさて、新しいやつは何か来てるかな。なんかスイッチのね、なんか、危ないよって、なんかアプリみたいなのもなんか、あるとかっていう噂もちょろっと聞いたんですけど、どうなんでしょうね。空気読みオンライン、オンライン、オンラインで空気読みできるの。へぇー。すごいね。今時、すごいね。さてさて、その他は、あ、なんか面白そう。スティックコレクション。へぇ、スティックコレクション。コーヒーのお話かな。いいですね。あ、その他何かあるかな。どんな感じ？いい感じ。いい感じ。いいですね。ピクニック。これ気になるんですけどね。ピクニック。一体どういうゲームなんでしょうかね。結構気になってるんですけども。さてさて、どんどこどんどこ見ていきましょう。あんま知らないゲームもたくさんあるな。この辺は知らないですね。私ね、やってないというか、触ってないというか。インディーゲームもね、触り出したらね、楽しそうなのたくさんあるんですけども、なかなかね、時間が取れてないのが申し訳ないなと思ってるんですけども。グリードロイド。うわ、絵が好き。これこれ絵が好き。シンクさん、これ絵が好きですね。お、ロロロ来てますね。ロロロロー、ロロロロー。さあ、その他は、
どんどこ見ていきましょう、どんどこ。あ、犬狩り、犬狩りまた来てますね。犬狩り、面白いのかな、デラックスマンね。よく来ますけどね。あんまりやってるのを 見かけないんだよな。芽生えの谷、あ、かわいいな。めっちゃ少ない、499円。気になるな。さあ、その他、今回でも本当になんか、インディーゲームが多い感じですね。知らないゲームがたくさん。あまり知らないゲームがたくさんだな。さあ、星のかけら事件簿、これ気になりますね。予約受付でもうすぐ発売ですね。252円になっているそうです。さてさて、その他は、お、デジボクだ。丸い地球が四角くなったデジボク地球防衛軍。こちらが2990円になっております。そうなんだね。デジボク来てるのか。デジボクぐらいだったらなんかシグさんでもできるのかな。うん、地球防衛軍難しそうなイメージなんですよね、私の中でね。うん、結構難しそうなイメージなんですよね。さて、フォレストウォーク、そうですね、そろそろこんな時期ですね、雪の時期ね。一気にここ最近、ここ2日ぐらいかな、昨日ぐらいから涼しくてですね、1週間ぐらい涼しいみたいなので、我が家もね、あのクーラーが切られましたね。昨日の朝の時点でクーラーピって切りまして、今日もね、快適に過ごしておりますね。はい、ちょっと朝はね、肌寒いかなって思うぐらい、あの本当にね、快適で、まあ、今日は特に関東の方は、台風の影響で雨がちょっとひどいというお話ですけれどもね、皆さんも大丈夫でしょうかね。関西の大阪、私住んでいる地域の方では、まあ、全然そんなこともなく、まあ、程よい感じの、もうちょっと風吹いてくれてもいいのになぐらいの感じの、はい、あの気温感でございますね。暑くもなく、まあ、ちょっと肌寒いかな。でも湿度はちょっとあるかなっていう感じですね。ジメッとした感じな雰囲気はあるかなっていう感じの、過ごしやすい感じでございます。過ごしやすいのかな、これは。夏場の暑さ考えたら過ごしやすいかな。そうだね。そこで考えたらめちゃめちゃ、過ごしやすいかなと思います。もう地球防衛軍2、フォア任天堂スイッチ、1990円、4.1 の3940円となっておりますね。地球防衛軍、ちょっと触ってみたい気はするんだけどな。ただ G モードアーカイブス、いろいろまた入っております。さて、その他は、ステイヤ。ステイも気になるんだよね。面白いらしいんですけどね、ステイね。あれもちょっとやってみたいゲームではありますね。なんだっけ、脱出ゲーム系だったっけな、忘れちゃった。教えていただいたんですけどね、すっかり忘れちゃったわ。さてさて、その他は何かなるかしら。ザ・密室からの脱出、900円か。もうちょ500円ぐらいにならないかな。わがまま。小学生当たり前テスト、何これ、252円。へえ、当たり前テストか、いいですね。科学の発見と発明のクイズ、へえ面白そう。252、いいですね。わら人形だったっけ。1210円になっておりますね。さあ、その他は、あ、これいいですね。くるくるパズル、日本の歴史並べて簡単日本の歴史が、学習、読めね。学習雑学教育勉強ゲーム、252円。スクロールしながら、あの目で追ってって読めない。やばい。若干睡魔が私を襲ってくる。やばいな。いや、じゃなくても多分読めてなかったと思うけどな。意味がわかるとゾッとする漫画。予約受付。来月なんですね。発売880円になっているそうです。へぇ、嘘から始まる。何それ?ちょっと気になりますね。960円。ふむふむ。さあ、その他は、何かあるかな。
カイロソフトさんのやつがいろいろ面白そうなやっぱり出てますね。サバイバルデラックスとかね。モザイクアート、ほうほうほう。100円、安っ、レイニーフロックさんじゃん。レイニーフロックさんじゃないですか。レイニーフロックさんいろいろ100円で出してる。やばい。なにこれ、リトルナイトウォーズ。あれちょっと気になるんですが、私、シンクさん。結構ね、レイニーフロックさん好きで。そう、DS とかのね、セールの時もいろいろちょっと買わせていただいたんですけど、割と好きで。いいな、ちょっと待って待って、見さして。ちょっとレイニーフロックさんいいじゃないですか。これこれ、これ気になる、これ気になる。これとても気になりますね。モザイクアートも気になるなと思うんですけど。リトルナイトウォーズ、邪悪な、クロマ同士から自分たちの領土を奪い返せ。一瞬の判断で戦場が変わるリトルウォーズということって、うん、しっかり入ってたわ。前もええなと思って買ってんな。これ、あれなのかな？タワーディフェンス系なのかな？ストラテジー、ストラテジーは分かった。タワーディフェンス系なのかしら。これいいな、買おうかな。思んなかったらずっとやってんのかな。これかわいいですね。あ、でも、タワーディフェンス系かなっぽいですね。あとこれ、モザイクアートがすごい気になるんですけども。モザイクアート。え、なにこれ。モザイクアート。数字をヒントにモザイクアートを作ろう。ルールは簡単だから思わずのめり込むパズルゲーム。写真家の、フィルが世界旅行を行った写真をモザイクアートに変えました。数字をヒントにブロックを黒か白に塗るだけの簡単なルール。へー。へー、東京タワーとか。あ、すごい。あ、そんな感じなんだ。ヒントって何？ヒントって何？あれか。マインスイーパー的なことはもしかして。あ、そういうこと ?6 でしょ？あ、でもそういうわけじゃないのか。え、よくわかんないけど。6は消される。でも塗ってるやつもあるな。え、どういうことなんだろう。え、でも、そうだよね。マインスイーパー的なことだよね、これってね。9って何 ?9 って。9って何?9 の意味がわからん。うん。よくわかって、あ、ん ?1、2、3、4、5、6。9って全部塗るよってこと？あ、そういうことか。自分を含む6つってことなの。ああ、なるほど。あ、6つ、9は流れなんだね、数字の。はあ、なるほど、なるほど。そういうことか。マインスイーパーか。なるほど、なるほど。これ面白いですね。これ面白いぞ。へえ。ちょっと一応入れとこう。へえ、俺も面白かった。面白かった。やってね、やってね。あと、これも気になりますね。マル君と。旅、出会いと別れの物語。何これ。ちょっと待って。主人公どこ、あ、これ、あ、これパックマンみたいな。これジャンプだって書いてる。ちょっと見て。これこれ。ほらほらほら。パックマンみたいなやつ。やった、ぴったりだ。何これ。マル君。自分に足りない部分を探す孤独な旅、出会いと別れ、人生の意味を探るアクションゲーム。アクションゲームか。アクションゲームちょっと苦手なんだよな。マル君、2D 横スクロールのアクションゲーム。へぇー。そうなんだ。これも気になりますけどね。さて、最後のページですね。動くジグソーパズル。これもアレイニーフロックさんだ。へえ、日本の風景コレクション。あれ、いいですね。ウーボーのお家はどこ？あれは1000円なのね。ふむふむ。困った社員、たっちゃん。困った社員ちゃんか。ふむふむ。青春恋愛しよう。東京あるあるショー。などなどなどかな。へー、なるほど。これもいいな。これね、動くジグソーパズル、日本の風景コレクション。一人はもちろん最大4人まで協力プレイも可能。へー、マルチでできないんでしょ。あ、でもこういう風景が見れていくのはいいですね。100円か。動画で遊ぶ楽しいジグソーパズル。非動非動する、合ってる、動く、あ、動くか、そっか、動くか、そっかそっかそっか。マルチでできたらいいんだけどな。多分これは家でやるタイプのやつなんだろうな。そうだよね。いいですね。あとこれ、ウーボー。これ気になるんだけど、ウーボー。ウーボー、私のお家どこ。何これ。これも横スクロールのアクションかな。ウーボー、私のお家はどこ。
家を追い出された主人公ワムの大冒険が始まる。奇妙だけどチャーミングな世界が魅力のアクションアドベンチャー。へーへー、お気に入りに入れとこう。これ新しいんだろうな、多分。そうだよね、そうだよね、6月って書いてるもんね。今年の出たばっかりのやつですね。これ面白そうですね。これいつか機会があったら買おうかしら。へえ、なるほどなるほど。あとこれもね、なんだろうと思って。これもレイディフロックさんなんだ。イグジット。イグジットマン。これなんて読むの読めなかった。天井から落ちてくる前に出口に飛び込め、ハラハラドキドキアクション開幕。へえ、なるほど。これも新しいんだろうな。そうだね。わかりやすいね。この100円になってないの、やっぱりそれなりの理由があるのが、だいたい今年出たからみたいな感じなんですね。はははは、なるほどなるほど。これもうちの子供たち好きそうだな。これ100円だったら買おうかな。これいいですね。はい、ということで、ちょっと今週はレイディフロックさんが結構いろいろ面白そうなのを出してくれてるので、まあ、この辺もちょっと見ながら、なんか海賊ホップがあるわ。うわー、これとかね、多分子供、めっちゃ子供好きそうなやつなんですよね。こう色塗ったりするやつね。これは、あれですね、なんだっけ、ピクロスですけれども、そうそう、こういうね、やつ最近子供たち結構ハマってるので、こういうのは本当に100円で買えるわ。ありがたいですね。本当、レイニーフロックさん、いつもありがとうございます。ではでは続いてね、画面切り替えて、セールの終了が近い順から見ていきたいなと思います。画面切り替えましょう。はい、ということで画面切り替わりました。9月の、8日本日ですね、終日終了の作品が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 もうちょっとあるね、もうちょっと下まであるかな。結構あるか、今回。ここまでですね。世にも不思議な奇妙なミステリー。意味がわかると怖い奇妙なサイコホラー都市伝説までですね。はい、続いて、9月の9日土曜日、終日ですね。なんていうの？高高読めわかんねえ。はい、見ていきましょう。なんていうんだろうな。あれ日曜日だ。あれ早い。土曜日が、こんだけ土曜日めっちゃ短い。土曜日こんだけだわ。物知りクイズ、動物、世界の動物で学べる雑学、雑学教育豆知識学習ゲーム、ここまででございます。そして次のページ、めっちゃ短かったね。9月の10日日曜日が、11 in 1 solitaireかな。11 10 10 11 30 40 50 15 15 17 18 19 12合ってる。英語がわかんない。まあ、でもまあいいや。15 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 15
からへんかったわ。はい、行きましょう、見ていきましょう。そんなことはどうでもいいんだ。行って見ていくよ。どんどこどんどこ見ていくよ。ダッサってか、自分で言った意味で、いや、ダッサって言ってたら、もうシャレにならんよ、本当。自分で言ったんだよ、本当に。開発者さんの、ネーミングは全然問題ないです。私が読めなかったのが悪いんですから、本当申し訳ございません。それでどうしよう。1号で読み方合ってたら、1号インワン絶対違うでしょ。自分で言っててちょっとツボってるわ。さあ、どんどん見ていきますよ。はい。クトゥルフとかはね、日曜日までございます。はい。クロードサークルの脱出、こちらもね、土曜日じゃない、日曜日まででございますので、お気をつけください。いやー、コーヒートークですね。コーヒートーク、1も2も、10日の日曜日まででございますので、お気をつけください。コーヒートーク、いいですね。いつかあれもやりたいんですけどね、コーヒートークね。シャドウコリド、これも日曜日かな、日曜日まででございます。お値引き日曜日まででございます。ちょっと前にね、閉店事件をさせていただいたんですけども、コーヒートークもね、似たような感じでカフェ作るよって教えてもらったんでね、いつかカフェ作りに行きたいなと思いますけどもね、なかなかね、できてないですね。
やっとね、つい今日の朝方ですね、ホラーゲームの一つね、コーリングというホラーゲームがね、エンディングまで迎えたので、次新しいゲームに行こうかなとは思っていますけれども。さてさて、どんどこどんどこ見ていきましょう。10日の日曜日終了が今回はとても多いでございますね。レーモンクリスタル、知らないな。トイハウスからの脱出、これかわいいですね。いいですね。さてさて、Don't Starve Together、 こちらもね、土曜日の、土曜日じゃないわ、10日の日曜日まででございます。ドンスタ、久々にドンスタもやりたいな。さあ、猫様のシリーズですね。猫様シリーズもたくさん、日曜日まででございます。呪いの恐怖写真、こちらも日曜日までですね。どん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 見ていきましょう。本当に日曜日今回多いな。よいしょ、危ない危ない危ない。さて、その他は私知ってるのが、パッとないな。マッドファーザーちょっとやりたいですね。あれも評価日曜日までか。迷宮伝説、タイトルいいですね。体のハテナ、合ってるハテナ、それね、体のハテナ、こういうのもいいですよね。でもね、子供たちにさせながらね、ゲームしながら覚えてねっていうシリーズ、結構子供がいる身からするとすごい気にはなるんですけどね、何が一番いいのかなと思ったりとかして、なかなかちょっと買えなかったりするんですけども、なんかいつか機会があったらね、ご購入して、これ遊んでって言って言うのもありなのかなとも思ってますけれどもね。ただ一番上の姉ちゃんもね、中学生になってしまったんで、中学生がやるような感じのちょっとね、お勉強度が高いものをやった方がいいのか、小学校からのできるものをやってから、そういう習慣をつけてから、そういうなんていう年齢層を上げていくのがいいのか、難しいところだなとは思うんですけれども結構ね、悩むんですよね。ってことで、溶鉄の丸風車かな、までが日曜日でございます。そして9月の11日の月曜日、宇宙スペースレイダー、こちらからでございます。終日でございますね。さあ、デッドバイデイライト、この辺も月曜日まででございます。デッドバイデイライトアルティメットエディション、アルティメットエディションはいろいろ入ってるのかな。サイレントヒルエディションはサイレントヒルの三角様とかがね、デフォルトで入ってる課金キャラが使えるよっていうやつでございますね。アルティメットエディションはあれなのかな、無料キャラクター全員入ってるとかそういうやつなのかな、どんな感じなんだろう。まあ、無料キャラクターはね、正直、ずっとやってたらゲットできるんで営業妨害みたいなこと言ってますけどもレーザー戦ナノウォーズ、こちらまでが月曜日でございます。続きまして、9月2日の火曜日、2日じゃない、12日の火曜日、こちら終日でございますね。蒼天かな、蒼天合ってる、青わからへん、蒼天の蒼天だと思うんだけど、そうじゃないのかな、 AC わかんない、読み方わかんなかった、青かな、青天かな、青天の気がする、そうだよね、から始まるもんね、青天の A 氏かな、よくわかんないけど読み方間違ってたらごめんなさい。映画終日ですね、火曜日終日でございます。オーバークックも火曜日まででございますので、お気をつけください。オーバークック、オリア風のクロノワ、ワンツーアンコール、デラックスエディション、塊魂、モジビッタ、ミスタードリラー、トリプルアンコールパックも火曜日まででございます。さあ、その他は知ってるやつあるかな。文字ビッタンアンコールも入ってますね。これも、帯でございます。さあ、エスケーピルトだ、エスケーピストか、はい、こちらも火曜日までですね。毎回こう火曜日に来ると悩ましくなるですね、どうしようかなですね、気にはなるんですけどもね、なか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 に変えてないですね、まだ変えてないんかって言われたらちょっとすいませんってなるんですけど、まだ変えてません。タイトーマイルストーンもね、火曜日まででございますので、お気をつけください。エテルズオブビスペディア、こちらも火曜日まででございます。ディズニーツムツムフェスティバル、こちらも火曜日ですね。
はい。さあ、ドットハック GU、こちらも火曜日まででございます。その他ないかな、忍者ボックスとか猫友とかか。猫友とかも火曜日まででございます。火曜日、あれですね、バンナムさんとか、あの辺が結構がっさり、終わるみたいですね。さあ、ビリオンロードも入っておりますね。よいしょ。さあ、続いては、一体何があるかな、どれぐらいかな、ミスタードリラーのアンコールですね。あ、ゆるゆる劇場クラシックかわいいゆるゆる劇場クラシック、なんだろうあれ、どんなやつなんだろうな、あれかわいいですね、絵がかわいかったわ。さあ、ここまでですね、ワールドサッカーキット、こちらまでが火曜日まで、火曜日まででございますのでお気をつけください。12日の火曜日です。13日の水曜日ですね、アイカの雪空のトライアングル、こちらから終日でございますのでお気をつけください。さあ見ていきましょう。あ、海猫か。海猫の鳴くコロニー来てますね。海猫の鳴くコロニーが水曜日まででございますのでお気をつけください。そうなんだ。海猫か。海猫も気にはなってるんですけどね。なかなかできてないですね。オッドワールドソウルストリーム。こちらも水曜日まででございますのでお気をつけください。さて。神子絵はめっちゃ好きなんだけどな。神子の絵は好きですね。偶惑星、偶惑星、へぇー、恋恋いいですね、恋。さてさて、その他は、ジャストダンス2023デラックスエディションが水曜日まででございます。素晴らしティもですねフライハイワークスさんですね、いいですね。さてと、ビープさんもあれですね、入ってますね。さて、その他は何かあるかな。ミュータントタートルのやつゲームですね。こちらも水曜日まででございます。サクナ姫。はい、天宝って読むんだったっけな。サクナ姫も水曜日まででございます。さあ、隣に彼女のいる幸せ。このシリーズもよく出てきますね。気にもなってるんですけどもね、どんなんだろうなみたいな初音ミクちゃんプロジェクトディーバー、こちらも水曜日まででございますのでお気をつけください。海猫の鳴く頃にもありましたね。今ね、海猫のちゃっちゃって、日暮らしかな、日暮らしが鳴く頃にもありましたね。さあ、ブレイブダンジョン、へえ、面白そうですね。あれもね、ブレイブダンジョン、マシン少女、これマシン少女だ。あれも気になってるんですよね。さあ、みんなで空気読みコロコロコミック。はい、こちらも水曜日まででございますのでお気をつけください。水曜日発注量結構今回は多いですね。さあ、どんどん見ていきましょう。リトルインフェルノ。絵が可愛いのがいっぱいあるな。ルディ・ミカル。マシン少女かわいい。フライハイアワークスさんね、かわいい、いいですね。ここまでかな、あ、ここまでか。レックフォレスト、待ってね、レックフォレスト、こちらが水曜日まででございますのでお気をつけください。そして木曜日ですね、9月14日木曜日の1時までが1つ2つで、終日ですね、手術がこちらからになります。探し物は夏ですかさあ、どんどん見ていきましょう。スイムアウト、へえ、プールっていうか水泳のゲームなんですね、あれね、面白そうですね。さてさて、名探偵謎解き推理、これも気になりますね。息子のお嫁様、分けやリズムは地雷系、沼すと怖怖い。さてさて、他は何があるかな。あら、金曜日になってるわ、ちょっと待って、ここまでだ。ワンドックストーリー、
こちらが木曜日最終となっております。そして来週15日ですね、9月15日の終日はアニマスからかな、アニマスから少しだと思うんですが、金曜日は割とね短い印象なんですけども、結構今回はあるじゃないあるじゃない、今回はこのね、このさ、このモバイル系のやつね、横向きでできるようにしてくんないかなっていつも思うんですけど、ね、縦になると携帯型でできないじゃないですか、携帯じゃない、ドックでできないじゃないですか。だからね、いつも思うんですよね、買いたいなって思うんですけど、縦画面になるんでちょっとね買えないなっていつも思っちゃってするんですよね。ドックバージョンも作ってほしいですね。さあ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 、その他は何かあるかな、さあ何かあるかな、撮ろうぜ、ないかな、ここまでですね。はい、ワールドクラスチャンピオンサッカー、こちらまでが、来週の9月15日の終日となっておりますので、お気をつけください。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日今週の9月8日の Nintendo Switch ダウンロードセール、いっぱいザクッと見ていきました。いやー、本当にね、なんかいろいろと新しいものも入ったり、今回はまあインディーのゲームがちょっと多めにあったのかなという印象ではございますけれども、まあそれでもね、やっぱりね、あの私個人的に好きなあのレディーフロックさんのゲームであったりとか、そういうのもね、あのたくさん出てきたので楽しく見させていただきました。ありがとうございます。はい、そしてね、任天堂ライブ2000、東京ゲームショーか、もうすぐね開催されるということなので、まあその辺にね、あの先駆けて、もしかしたらね、もうすぐ近日中にあの任天堂ダイレクトが来るんじゃないかという噂もね、最近ちらほら聞きますのでね、来ましたらね楽しみだなと思っております。はい、まあ、来たら来たで、あ、なんかまとめ動画みたいな、私が個人的に気になった動画いつも出してるんで、まああれもねまたやろうかなと思っております。はい、でスプラトゥーンのフェスも1周年が来て、新しいってあのポケットモンスタースカーレットバイオレットのねゼロの秘宝も来ましてということで、いろいろとね、あの任天堂さん盛り上がっているあの9月でございますので、よろしくお願いいたします。この間もね、あのワンダーのねダイレクトもありましたからね。はい、ということで、こちらの動画良かったなと思いました。ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもねゲームの実況や生放送メインで行っておりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またで、バイチャオ。